AI に分析された藤井八冠研究者も惚れ惚れするような人を超えたような存在だということなんですけれども、うん、そもそも AI というと藤井八冠が将棋の研究に使っていることは有名ですねいやもうこれねかなり早い段階から AI を取り入れて研究しておりまして、うん、AI 世代の申し子とも呼ばれているんですねあの藤井さんどこで研究してたかというと一番最初はこの 名古屋市内にある杉本首相の自宅兼研究室なんですね奥の方に行きますとこのパソコンがあってここで研究したもちろん自宅でも研究しているだからまあ藤井八巻の強さ AI によって支えられているというのがよくわかるわけなんですけども、うん、じゃあ実際に人とは 対局しないのかということなんですが、うん、プライベートでは実は長瀬九段と対局しているんですねしかしこの長瀬九段は昨日敗れたわけですよねそうなんですね、うん、対戦相手になるかもしれなかった王将戦なんですけれども対戦相手が菅井八段に決まりましたはいでは日程を見ていきますと年明けですね 来年の1月7日栃木県の大田原市から始まりますえ第7局までいきますと3月の末までということになりますが王将戦7番勝負先に4勝した方が勝ちということになりますはい。王将戦というのは大石さんどのようなタイトルなんでしょうかそうですねいろいろ調べてみたら、はい、結構歴史があるんですよちょっとこちらご覧いただきましょう1950年に創設されて翌年からタイトル戦になったんです で持ち時間は8時間、2日制です、なので、まあ、勝負飯がいっぱい出てくるということで衛星称号というのがありましてこれ通算10期、10回タイトルを奪ったか10回タイトルを防衛したか、はい、10期というんですけどもこれで衛星王将の称号を手に入れることができるんですね。 獲得期数で見てみますと先ほど VTR にもあった羽生さん12期なんですけどもこちら7冠を達成した後の7冠達成した時の最後のタイトルがこの王将だったと,ということで羽生さんにとっても感慨深いものがあると思いますでもう一つ大山15世名人20期なんですね、うん、20期でしかもですよ、うん、このタイトルを59歳11 1>, 1ヶ月の時に話したつまりここまでずっと持ってたっていうことなんですよおすごい今のこの羽生九段よりも上の年齢でこの 王将のタイトルを取られたってことです、ねはい、過去最高齢記録で還暦直前までこのタイトルを保持していたということなんですね、まあ、藤井八冠となりましたけども個々のタイトルを見るとですねまだまだ上がいるということになります AI を駆使した藤井八冠の研究はまだまだ続きそうです。